やさす、アテナイの皆さん、今日も日本語教育についてお話をしていこうと思います。今回は前回に引き続き日本語教師の資格の使い方のお話なんですけども、前回は、教師の資格をそのまま日本語を教えることだけに使うというお話でした。で、今回は日本語教育スキルと何か他のスキルを掛け合わせると同時に使うという、そういうお話になります。で、この日本語教師という資格なんですけども、語学と関係がある、あと人と関わるという特徴がありますので、結構親和性が高いというか、他のものとこう組み合わせやすいんですよね。で、ちなみに私の場合ですけども、日本語教師のスキルとコンサルティングのスキルを掛け合わせています。で、例えば、個人とか教育機関とか企業さんとかのコンサルで入って、助言とかお手伝いをしてるんですよね。で、これ同じことしてる人は多分他にもいっぱいいると思うんですけども、私の場合さらにこれに YouTuber というものを掛け算しています。で、そうすることでこの3つの掛け算の組み合わせって多分今のところ他にはいらっしゃらないと思うんですね。私だけだと思うので、そういうオリジナリティといいますか、他との差別化っていうことを試みているわけです。で、具体的にどういう可能性があるかっていうのを具体で挙げていきたいと思うんですけども、例えば今医療の世界で日本語教育が必要になっています。で、今医療とか、看護介護の業界で人手が足りません、なので海外から今実は看護師さんとか介護福祉士さんを入れてるんですよね。で、そうなると日本語の、それも医療現場での日本語が必要になりますし、あと日本の国家試験を受ける必要が出てきますので、その試験対策が誰かが行うということになります。で、私もその一般的な日本語は教えられる自信はあるんですけども、その医療現場の日本語とか、あとその医療系の国家資格私持ってませんので、それの対策ができるかと言われると自信がないところ。で、それはもうそういうのが経験がある詳しい人が日本語も教える方がいいと思う。ここの分野が今足りてないので、参入するとしたらかなりチャンスだと思います。で、他に例を挙げるとしたらインバウンドがあると思います。今訪日外国人が、オリンピックパラリンピック控えてさらに増えていく、3000万4000万人というふうに増えていくと言われてるんですけども、そうなった時に、宿泊ホテルであったりとか、飲食レストランであったりとか、あとお店ですよね、デパートとかドラッグストアとか、そこで接客のための日本語が必要になってきます。で、今ほとんどのケースはその外国語が堪能な主に外国人のスタッフを入れて外国語で接客をしているわけですよね、で、これはこれで成立するんですけども、例えば伝統的な旅館だったりとか、デパートとか高級レストランとかになってくると、日本式のおもてなしをやっぱりしたいわけですよね、で、そうなった時に、その外国人スタッフはその外国語で接客はできますけど、日本式のそのおもてなしができないわけです。なのでそこを教えられる、そういう接客もできて日本語も教えられるみたいな、マナー講師みたいな、そういうところも今かなり足りていません。あと最後に3つ目挙げるとしたら、キャリアコンサルが今足りてないと思います。で、これどういうことかというと、今どんどん外国人が日本で就職してるんですね。ところが日本式のその就職活動のやり方がよくわからない、採用の基準が明確でないとか、時間がかかりすぎるとかあります。で、採用された後もその日本の企業の謎ルールがいっぱいあるんですよね。その自分がもう仕事ないのに先に帰ってはいけないとか、意味のない会議があるとか、その絶対参加の飲み会があるとか、いろいろ話私も聞くんですけども、そういったところで、うまく日本の企業風土に馴染ん で転職が必要であれば転職していくというような、そういうところのサポートをする、その中でビジネス日本語を教えるとか、そういうところが今足りていません。なのでこれは一般企業にお勤めになった経験ある方、あとは転職とか、就職活動の経験のある方であれば、その経験が活かせると思いますので、その辺と日本語教育のスキルを掛け合わせるということができると思います。で、実はこの辺のお話っ
ていうのは私過去に動画を1本作ってまして、そのリンクを情報欄のところに貼っておきますので、またご興味ある方はそっちも飛んで見ていただければと思います。あと、チャンネル登録のためのリンクだったりとか、他の動画へのリンクなんかも終了画面のところで出すようにしますので、どんどんその辺から飛んで他の動画も見ていただければと思います。では今日は日本語教育のスキルと他のスキルを掛け合わせるというお話でした。次回も日本語教育のお話をしていこうと思いますので、どうぞ楽しみになさってください。今日も見ていただいてありがとうございました。今日はこの辺で失礼します。アディオ。